なんか入り口すごい煙ってないこれ。何？スカシッペした後？まあ、ならまあ横道から行けばいいんじゃない？横道から行ってしまう。ああ、クマちゃん。どうも。クマちゃん元気？クマちゃん今どんな気持ち？ねえ、クマちゃん今どんな気持ち？ごめんね、クマちゃん。クマちゃんと遊んでる暇、なんかそこいる？あ、クマちゃんだらけじゃん。すごいね。クマ牧場。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きをやっていきましょう。前回はね、このケイリットの真珠塔で、大ルーンに力を得たところで終わってたんですけども、その続きからで、前回もね奥の方行ったんですけど、これね反対側にも道があるっぽいんで、ちょっと念のためそこを見ていきたいと思います。おそらく2人組？何おそらく2人組って。この先右に注意しろ。なんか引っかかるの、おそらく二人組って。この先個別撃破。ああ、そういうことか。一人と見せかけて二人いるってことか。あれ？ん？いるんだろう、そこに。わかってるよ、私には。見えてるよ。一人はここにいた。おお、びっくりした。はい、危ね。強っ。え、何それ。あと、お前なんで戻ってくんの。お前なんで戻ってたの。びっくりした。一撃のダメージの多さにすごいびっくりしたけどさ。ああ、みんな騙し討ちにあったんだね、ここで。大丈夫？これは多分反対側から開くやつだね。ショートカットで戻ってくるやつだろう。飛び降りろと。ははは。おー、はは。これ、高所恐怖症の人だと無理だね。で？出た。どっち？え？こっちじゃない？こっちとかに行くってこと？なるほど、なるほど。ここか？ここか？あ、うぅ、おぉ、いやいやいや、おぉ、びっくりした。もうさ、どんなゲームよりもさ、このエルデンリングの落下の方が怖いんだよね。手間がすごいからさ、降りて大丈夫か？ちょ、嫌な予感する！あー、終わった。まあ、ルーンが落ちていますが。あ、それでも2万あるんだ。危な。で、落ちたよね、前回。はい、落ちた。落ちたのが、ここ。で、あ、こっちか。こっち側から落ちちゃよかったのね。この12、美味しいですが、あ？どこだ、どこだ？正規ルートはどこだ？え？え？え？そこ？本当？え？怖くない？本当？ああ、無理だわ。あれ無理じゃない？なかなか難しいよ。ドン。ドンと。落とされて、ここは普通に降りる。で、こっからよね。アイテムは取った。神をご承覧あれ？神とはいずこに？嘘つきばかりだよ。いや、マジであれか。マジであれか？あそこに乗るのにちょうどいいジャンプってどうだ？おぉ。高すぎるね。あ、こっち？おぉ。ん？
どっち行ってる？あっち飛べって、あっち怖い、申し訳ないけど怖いよ怖いよ。え？で？え？ここからみんなどうしてんの？下に降りてる？下に降りてるか、こう。あー、命がいくつあっても足りない。お前と戦うわけねえだろ、バカかお前。バカだろお前。お前とそんなところで切り合いするわけないよ。いくらね、いくらこれ青薬を使ったとしても、切り合いなんて絶対しないからね。君は殴り殺しだよ。確定で。危なすぎるよ、そんなところで切り合いなんて。ん？本当にアイテムがないと信じていくよ。なぜならもうね、横道にそれる気力がないから。猛毒？あ、なになに？こっからどうすんの？あ、はいはい。危な、びっくりした。え？上？上行くの？え？どういうこと？あ、これ何？あ、え？ショートカットってこと？そういうこと？マジで？マジで？マジで？ちょ。おいおい、違う、今までと違うやつじゃん。違うやつだ。危な。騙されるとこだった。ショートカットで戻ってきたかと思った。違うとこだ、これ。危な。何何、敵いるんじゃない、敵いるんじゃない、いないいないいないか。いや、ルーンの子じゃ割に合わないよ。まずは左、そして下、まずは左、こっちのなんかある。でもこういう時さ、急にさ足元途切れてたりするからよく見ないと危ない。この先橋が有効、そして余裕の予感。何何、下はいいけど、左って何があんの？何もないじゃん。え？あ、左に行った後下に降りろってことか。そういうことか。ここか。あれ？これまた落ちそうだよ。気のせい。はい、やっぱり。なんかさ、崩れるところだと、高低差があってもダメージ食らわないのか。え？これは？この先、鬼人に注意。鬼人？鬼人とは？鬼人？鬼人ってあの、なんか、洋服着てるさ。おーっと！マジで祝福ありがとう。嬉しい。鬼人って確か、あの、洋服着てる、なんか、ゾンビ的な人だよね。まあ、ルーンはまだ足りないね。なんだ、鬼人に。降りてくところは獅子類類。でもこっちはただのあれか。今のが、ケイリットにすると地下。祈祷に注意、魔術。なんか待ち受けている。なんかしてくるね、この人。すごいね。おおおお、激しいね。わっと、そして、ちょっと。そういうことか。一気に畳みかけないとダメか。危な。はい。さようなら。もうね、あなたと時間をかけて争ってる場合ではなさそうだ。出血が有
ああ。ボス？出血が横っつってんな。出血はまああるけど。誰がどんなボス出んの？あ、なに？あ、神肌じゃん。うわぁ、神肌だ。神肌。細い方だ、神肌の。正直、神肌の細い方の記憶があんまりない。体がなんか伸びる人であるということしか覚えてない。あの時馬で戦ったりしたもんな。どう強いのかなこれ。あ、でも出血結構つくんだ。あ、なるほど。わ、分身の方でもちゃんと地名入れてくれるんだね。ほわほわあ、それしてくるんだ。危ない。もうあいつの HP ないな。あ、やられちゃった。残念、残念です。危ない、危ないよ。やばいやばい、危ない危ない。あ、これ勝てんじゃない。あ、勝った普通に買ったけど、すごく気持ち悪いフードもらった。完全にこれ、あの人の肌じゃないの。あっさり買っちゃった。ちょ待って、ちょ待って。装備品、装備品、説明。滑らかな皮膚を縫い合わせたフード。神肌の人たちの装束。神狩りの黒煙を操る人たちは、かつて運命の死に仕えていたという。しかし、黒き剣のマリケスに敗れ、それを封印されてしまった。何背中の。これ何乳首、何黒い点。あ、顔じゃん。あー。あ、やだ。可愛くない。可愛くないわ。可愛さも大事だから。他の部分は、他の部分の髪肌は、あ、説明一緒か。で、向こうから降りてきたんだよね。で、降りればいいか。さらに降りて、これは普通にアイテム取って終わりか。なんだ、神狩りの剣、神狩りの剣、神狩り。かつて神肌の信徒たちを率いマリケスに敗れた神眼の女王の聖剣、人たちの操る黒煙はこの剣によりもたらされた。専用戦技、女王の黒煙、剣心に神狩りの黒煙を燃やし切り払う戦技、追加入力で追撃につなげられる。また黒煙はしばらくの間 HP を削り続ける。まあ強そうですけど、重すぎて多分装備できないパターン。入り口に戻りましょう。いやー、よし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 、真珠島攻略したね。すっきりした。ん、ちょっと待って、今ルーンすごくあの危な、ルーンめっちゃある、ルーンがめちゃくちゃあるよ。まあ、ワープしつつどっかでルーンを使ってレベルアップしたいというところですが、この前どっかから出たよね。ここら辺で飛び出たんだっけ。でもここに多分地図があるんだよね。地図持ってきたいから、普通にデクタスの大昇降機かな。ちょっと一旦正面からオートに向かってみよう。とりあえずレベルアップ。知力上げて、持久力上げるか。OK。だいぶ強くなったんじゃない？じゃあちょっとね、
オートの入り口に向かっていけるまではカットしようかな。いや、ほんとね、このアルッター高原の風景は綺麗ですよね。で、今が、道なりに行けばオートに着きそうなのですが、まあ周りにはなんかね、衛兵さんがうろうろしてるようで。まあさすがにオートっていうだけはあるんでしょうね。警備が厳重そう。なんか入り口すごい煙ってない？これ何？スカシッペした後？すんごい煙煙なんだけど。おい、ちょ待って。は？びっくりした。びっくりしたね、今。あー、なるほど。正面からそうやすやすと入れんぞってこと？え、どんな感じ？今どっから撃たれた？あ、めっちゃいるわ。うん、ならまあ横道から行けばいいんじゃない？横道から行ってしまう。ああ、熊ちゃん。どうも。熊ちゃん元気？熊ちゃん今どんな気持ち？ねえ、熊ちゃん今どんな気持ち？いけるのか？やばいやばいやばい。なんかすげえ弓持ってるやついる。あ、危ない。クマちゃんどうも。ごめんね、クマちゃん。クマちゃんと遊んでる暇、なんかそこいる？あ、クマちゃんだらけじゃん。すごいね。クマ牧場。オートはクマ牧場なんだね。あ、まあでもほら、これ横から行けばさ。いけるこれ。いける？あ、いける？いけちゃう？え、オートこういうガバガバ。ガバガバ防御みたいな。ちょっと待って、何か呼べるよ。ん？なんだあれ。ん？ちょ待って、あれさ、ツリーガード。ツリーガード2体。でもこれさ、通り抜けられるよね。え？これでいいの？ツリーガード。本当に？ツリーガード、こんななんか、無理やり突破できちゃっていいの？ん？どこ行った？ツリーガード。何してんの？ツリーガード。危ねえ。ツリーガード危ねえって。マジ待って、これ。おう、ちょっと。これさ、これ、倒さなくていけるよな、多分。これでさ、溶岩弾と、あれ消えた？あ、消えた？もう一人どこ行った？あ、来た。これでさ、攻撃していけばいいよね。楽しい。頑張ってるね、ツリーガード。頑張っちゃってるね。おいで。何してんの、ツリーガード。こっちだよ。はい、こっちおいで。こっちおいで、ダメージ食らってるよ、あなた。はい、おいで。何してんの。何？ AI が、もう、私の存在を検知できないの。大変だね。大丈夫？ツリーガードさん。大事な命が削れていくよ。ああ、さよならツリーガード。なんか落としてくれた？何も落としてくれないの？一体倒したけど、あれもう一体倒してもいいよね。よし。何かあそこにもアイテムあるぞ。黄金の種子を一つ手に入れて、で、これが、おし、マップだ。あら？あれ？
種子1個、あれ ?2 個あったのひょっとして。あれなんかおかしくない？これで、聖杯瓶が使用回数を増やせる。よし。聖杯瓶の割り振り分けが8、4。うん、まあいいか。もう一人のツリーガードにいたずらしに行こう。これで2体に復活してたらちょっとただの経験値稼ぎになっちゃうけど。あれ？復活してる？復活してんじゃん。ナイルじゃない。普通にここら辺から攻撃すればいいのかな？1体は倒してるね。これ2体でもこれで倒せちゃうよね。多分。こっちおいで、早く。この人、どこに行こうとしてんの？すげえ遠いんだけど。めっちゃ遠い、めっちゃ遠い。どこ行くの？もうちょっとこっちおいで。そんな遠くで立て構えてる場合じゃないよ。おいでおいで。慈しみの攻撃。ちょっとだけ地面に降りてきてあげたけど、はい終わり。ああ、やっぱり2体同時に倒したら終わりか。え、あ、大盾と英雄のルーン。うん、なんか申し訳ないことした気分だね。あ、本当はあそこでね、正々堂々戦うんでしょうけど、そんな道理に付き合ってあげるね、筋合いありませんから。こちらはね、好きなようにやらせていただきましたよと。一回セーブ、セーブ。セーブというか、回復して。ねえだ。地図を手に入れた。外角からなんか行けそうだし、ここにも穴があるし、外側にもなんかあるな。風車村から続く道があったんだ。この周りも絶対なんかあるよね。また広いな。広すぎる。とりあえず回ってみるか。オートすごいね。大きさがやっぱり段違い。ん？なんか出た？なになにあれ？ガーゴーイル。ガーゴーイル。あぶね。どういうこと？ただ単に普通に通行しただけでこのありさま？さすがオートだね。レベルがちげえや。普通に進むことすら許されんのか。ただルーンが3万7千ぐらいあるからまあちょっと欲しい。ちょっとそのルーンは回収させてくれ。あー、そこから飛んできてたんだ。なるほど。へえー、って
っていうなんか仕方もどうかと思うけど、うん、何しに来たんだろうねあの人、よくわかんないけど。あら、また木があるよ。え、そんなにバーゲンセールじゃんバーゲンセール、バーゲンセール、すごいね。黄金樹が近いってことか。まあまあまあ、多分あれが本体だよね。あははーん。で、この何、このトーチみたいな松明的な何かがすごい乱立している。これが外に行く道か。お、何？あ、あ、あれ、え、え、は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 、え、これ名前忘れた。最初の方で見たやつだ。最初の方に出たやつだよね。え、なんでこんなとこにいるの？危ね、危ね、怖っ。あ、なんだお前。お前倒したよな。危な、めっちゃ引っかかる。危ない、普通にやられる。あ、全然名前思い出せないこの人。なんだっけ、ゴドリックの前に出てきたやつだよね。継ぎ木の、違う、別人。いや、でもセリフが明らかにそうだったもんね。危ない、危ない、引っかかる、引っかかる、危ない、めっちゃ引っかかる、あのな、引っかかってる、めっちゃ引っかかってるめっちゃ引っかかってる何だあいつマジで何あの人、待ち伏せしてたの。でもボス戦じゃないんだよね多分。危ない、段差でやられる。危な、おー、ゴール、危ないこいつのその体育時間の長さ、なんか覚えがあるぞ。全然ひるまないよこいつ。倒したけど、なんだお前は。あ、ん、なんかこれ憑依してたのこれに。ん、説明、相変わらず説明がないよ。あの、私たちにこうどうにか読み解いてこいと。このね、突き放す感じ、フロムソフトウェアのこのね、お前たち読み解けるものなら読み解いてみろと言わんばかりの、このね、突き放しっぷり嫌いじゃないわ。風車村からだとこっちから来れるんだね。こっち側はなんか戦った後なのかね。すごいクレーターみたいになってるけど。あー、で、なんか、いや、野戦の、なんか、なんていうんですか、陣地的な感じ？すごいね、人がいっぱいたむろってるけど。こっちもなんかあるよな、上がれないな。いるのは、これトーチに見えるけど、ひょっとしてさ、ミサイル？ミサイルみたいな上から降ってきたか。わかんないね。おー、びっくりした、巨人がいる。危ない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 。ここはこの水は降りたら死ぬやつか。
死ぬやつっぽいの。こっち側にどうにか行けるな、行けるな、行けるな。多分どっかから。ちょっと気になる。どっかから行ける感じがする。この辺りなんか登っていけるような雰囲気を出している地図だが、登れるかこれ。ん？違うな。どっかから行けるんじゃないかこれ。アイテム。仰々しく咲くキノコ。行けないかな。どっか。的に行ける雰囲気。そういうのこっちからこう行かないとダメなのかな。とりあえず城壁に崩れはなさげ。なさげだね。ここは、風車村のすぐ近く。あ、OK。 なんか、うい、痛い。いや、危ない危ない。5万4000ぐらいあるからな。もうそろそろレベルが上げれるから。で、時間も長くなってきたし、ちょっと風車村にでも寄って、今日は終わりにするか。レベルだけちょっと稼ぎつつ。逃げた。危な。攻撃が来る。危ない。どっから攻撃受けてる。うっとうしいな君。なんか急にみんなが弱くなった気がするというか、レベルが一定のところまで来たせいか、急に主人公が強くなった気がする。気のせいか。ここは何だ。ああ、普通にこっちが岸の端っこってことね。で、ここが城壁みたいな感じになってて、危な。赤すぎて落ちて死ぬとこだった。風車村の方ってこういうロケーションだったんだ。おお、何？あ？あ、何何？あ、何何？あ、何何？あ？あ、宝石キー。そういう仕組み。知らん知らん。それは知らん。それは知らん知らん知らん。危ない危ない。マジでやられる。ああ、おっと、さすがに守られてんだね。すごいね。そういう鉄壁の防御だったんだ。全然知らなかった。なるほどね。そう簡単には来れなかったんだ。じゃあ何も考えずに風車村からお散歩してたら、透析機の餌食になっていた。このように危ない。
本当に危ない。やばすぎる。あ、楽しそうな声がする。私たちの心の故郷。心の故郷、ドミヌラ。あ、やっと帰ってきたよ。どうも。あ、よかったよかった。いつもね、変わらず、ドミヌラは私たちを受け入れてくれる。ありがとう。あ、みんな楽しそう。あ、なんか気づいてなかったけど、アイテムある。ああ、みんな楽しそうだね。てか、すごいなんか上の方は、景色が良かったよね。神肌と戦ったところ、景色が良かった気がするんで、あの辺りで終わりにして、今回は区切りにしたいと思います。ね、なんだこれ。あれ？ああ、いや、ここ祝福あったか、そういえば。記憶から消えてた。レベルアップ、知力、ふう、でもここになんで神花出たんだろうね。そういえば何かしら意味がありそうではあるけど、はい、ということでね、今回はちょっと長くなりましたので、この辺りで区切りにしたいと思います。楽しいね。次回またね、このアルター高原の探索、まあ主に王島の周辺をね、探索していきたいと思いますけれども。でも冷静に考えたらさ、すごくこの辺りなんか、ふっかすかな気もするんですよね、祝福は。なんか見落としてる気もするので、まあまあ、そのあたり含めてね、探索を進めていきたいと思います。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いつも励みになっております。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。